おでん出向より4年目のある日。魚たちが大騒ぎしてるぞ。怪物でも住んでんのか。うん、あの島からだな、白木ちゃん。行くかい、親父。うん、そうだな。上陸だ。何かいるぞ、この島に。ガープや戦国でも連れてこい。島の反対側に白ひげの船だ。こちらに気づいたのよ。白ひげか、久しぶりだな。よし、一丁やるが、お前と会うのも最後かもしれねえからな。白ひげ侍か。噂の。おりゃー、ロジャー海賊団はやめて。ギャーって全然聞いてねえ。おりゃー、ガーンもどき。噂通り強いな。早めに止めるか、レイリー。君たちに怪我させるわけにはいかん。獣の匂い。カムサリきたが。触れてねえ。海賊団対白ひげ海賊団。こうする激闘は三日三晩続いた。調子に乗るよ。私は常に真剣なんだよ、少年。星肉三泊でタレごとくれ。乗った。奪い合いがすっかりプレゼント交換に。あいつら見習いか。強そうには見えねえが。シャンクス、あの帽子かぶったやついるだろう。生まれてこの方一度も眠ったことがねえんだとよ。え、そんな人間いるのか。バケモンだ。バケモン。おい、おでん、本当に読めるんだな。その島の場所を示すのがこの文字が刻まれた4つの赤い石だ。そこに行き着いてこそ前人未到の世界一周が完了する。お宝の真実味が増す。昔から世界政府が読むことすら禁じていたポーネグリフってやつなんだ。たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。驚いただろう、ニューゲート。そうさ、そしたら俺はよ。俺は本気だぜ、ニューゲート。こいつがいればきっと最後の島にたどり着ける。頼む。一年でいい、おでんを貸してくれ。頼む。ニューゲート頼む。おでん、一年だけ俺たちの旅に付き合ってくれ。
ふざけるな。気がついたら言葉が口をついて出ていた。白木ちゃん、言ってみて。俺とお前は兄弟分だろ。頼む。元気でやれよい。ああ、ロジャーのやつが礼に置いてってくれましたよ。すげえ額の宝。食料は突き返さねえが。おでん様じゃあな。しっかりやってこい。元気でやれよ。海賊としての俺の第2幕、新しい冒険が始まった。